サンホセチナンテキリアは、メキシコにある町で、オアハカ市の北85キロに位置している。ここの住民は、ミヘ平語を話す。サンホセチナンテキリアミヘ平の人々の生業として、挙げられるのはまずは農業であって、主にトウモロコシ、豆類、唐辛子、カボチャなどを、焼きバタ農耕で作り、バナナ、ジャガイモ、コンサイルや多様な熱帯産の果物を栽培する。一方、 車両のコーヒーの生産を行って世界経済にも関わっている。また、家畜として通常七面鳥や鶏を飼っているが豚を飼っている村もある。1970年代後半から新しい道路が建設された。複数の家族が大父母と自父母の関係によって儀礼的な結族関係にある。つまり、未平の年齢集団は 政治的宗教的な組織と関係が深く、そんな区内で年齢が同じか、若いか、年長かという地位を明確化する役割を果たす面がある。村は通常二つの土地所有区分に分けられる。血族集団はそのどちらかの区に属する傾向がある。政治的指導者や宗教的指導者はその二つの区から年ごとに変わる変わる選ばれる。大きな町は それぞれの町自身に関係する仕事のほか地域的に統括している小さな集落や農場に関係する。ありがとうございます。